磯間岩陰遺跡。2018年9月22日撮影。地図磯間岩陰遺跡は、和歌山県田辺市磯間に所在する古墳時代の岩陰ない集団簿である。1979年12月18日、国の史跡に指定された。出土品一括は、和歌山県磯間岩陰遺跡出土品の名称で1988年6月6日。 国の重要文化財に指定されている。本遺跡は海岸に突き出た独立丘陵の崖下にある海食岩陰遺跡である。海食道の規模は全面幅約23メートル、奥行き5メートルである。1969年11月に岩陰内で遺物が発見された。これがきっかけとなり、1970年3月から発掘調査が行われた。 発掘調査で、古墳時代中期の終わりから後期にかけての石室墓で、あることが判明した。その中の第一号石室の被葬者は、巨老集団の主張とその一族と考えられている。また、磯間岩陰遺跡の位置する田辺市域は、石室古墳の盛んな機内、伊の文化と古墳の希薄な、熊野の文化との境界になる。このことから、磯間岩陰遺跡及び立と岩陰遺跡について、 両地域の接触領域の母性として理解する説が挙げられている。出土品和歌山県立キーフ動機能化企画展示時に撮影。1969年には人骨や素液など発見され、翌年には人骨は13体であり、滑走、または追走されており、滑走母などを含む岩陰墓であることが分かった。 埋葬施設は5世紀の終わり頃から6世紀後半までの縦穴式石室を模した石室であり、8基、作られていた。第1号石室は岩陰のほぼ中央部に作られ、長辺の長さ約2.16メートル、幅約70センチメートル、高さ約50センチメートルで、石材は木の川流域で採掘された緑で結晶片岩と砂岩室の石と痛い人が使われ、 天井石は4枚である。内部には男性人骨と幼児人骨が埋葬されていた。服装品の中に優れた数の製装具鉄拳が2振り分、銅釣り針、銅森、銅りかぶらなどがあった。ありがとうございます。